はいどうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も石破政権を叩いていきたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ今回も相当ムカつく、こいつらほんとバカですよねと、いい加減にしてくれよという案件なんですよ。最後までお付き合いいただきたいんですけれども、まあとにかくこいつら国民をなめてんな、舐め腐ってんなというふうにも思うし、 中小、零細、企業、個人、事業主を舐めくさってんな、踏みにじってんな、というふうに思ったのでね、まあ怒りの配信ということになるんですが、まあ以前も言いましたけれども、1 0万、1 0万、130万、150万の壁、問題、まあ流行ってますよね。1 0万ではなくて今回106万の社会保障の壁ですよ。厚生年金の壁というものが撤廃されますよということで、まあ以前も話したんですけれども、おいおい、ふざけんなめっちゃ手取り減るじゃねえ よとというう話をしたと思うんです当然106万円の壁がなくなればさ106万じゃなくても100万円でもね あの、社会保障、厚生年金払わなくちゃいけなくなるので、当然手取りは減るんですよ。まあざっくり言ったらね、年間出た15万円から20万円ぐらい手取りが減るわけですよね。冗談じゃねえよっていう風な話、怒りの声だったんですが、それは労働者側として手取りは減るわけですよね。でも、雇い主ですよ。雇用主は厚生年金切敗になるので、さらに15万円ぐらい会社の利益が減るわけですよね。 これは、労働者の手取りも減るし、雇用者の雇用主の利益も減らすという最悪なことなわけです。106万の壁をなくすということはね、ずらせばいいんですよ。ずらせば問題ないんですけど、なくすわけですから。じゃあなんでなくすかって言ったらさ、当然厚生年金をたくさん集めて、年金、 給付の財源にしていいこうというと話じゃないですか、まあ、そこまでしないといけないのかなと思うんですけれども、まあ、カツカツだカツカツだ年金破綻するぞみたいなこと言ってるからさ「100年安心年金なんて夢のまた夢なんだよこのままじゃ!」ということでねできるんだ 厚生年金とかね国民年金とか巻き上げたいわけですよそれで106万円の壁を撤廃すると言ってまあ当然のことながらね大炎上なわけです、ね、その界隈ですよその年収の層たちの人たちは本当にムカつく話だと思うんです、ね、特にパートアルバイトの人たちとかねムカついたと思うんですよふざけんなよと一生懸命働いて賃上げしても意味ねえじゃねえかと。賃上げしたたかった時給が1000円 から1050になった月額でいうとこれぐらい上がるよかった家計がちょっと助かるねと思ってたらさそこからさらに追いはぎのように社会保険料厚生年金ばっり取られるんですよもうね働いても働いても手元に残るお金は毎年のように減っていくわけです。もう この失敗を何年繰り返してきて、この先何年続けていくんですかこういう失敗をというふうに思うんですが、またするわけです。でね、こういう批判が増えてきたんですよ。増えたので、ね、厚生労働省は次は何を言い出したかというと、これも相当ひどいというかね、まじ、あ、でグーパンチなんですけど、いやいや、106万円の壁に達した、 まあ撤廃するのでそれ関係なくなるんですけれども、要するに厚生年金払うと手取り減るよね、パートアルバイトの皆さん。そういうことにならないように、あなたたちの分を会社がしっかり出してくれますんで、みたいな話を厚生労働省が検討し出したと。 普通は労使折半なんですよね。年間15万円の厚生年金払えば、会社がその半分だから15万円を払ってくれるわけですよ。だから厚生年金というのは、1年間で30万円かかるものなんですよね。それを折半するので15万、15万。会社が15万円、あなたの分も出しますからね、みたいな話じゃないですか。でもこれだとね、手取りめちゃくちゃ減るじゃねえかという批判、猛批判、大炎上になったことで、この折半をね、あの、 これは労働者1割、会社9割とかにしていいですよ、みたいに。そこ柔軟にやっていいですよ。フレキシブルでいいですよ。とにかく厚生年金納めてもらえば国は問題ないんで、みたいなことを検討しだしたと。確かにね、その厚生年金を払うことになりました。強制加入でね。今までは折半なので15万円を払っていたところが、いや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 、これ労働者1割でいいですよって言ったらさ、30万円の1割だから3万円なわけですよね。 その3万円を厚生年金として支払って残りの27万円を会社負担で国に納めていくみたいなそういう基準を労使交渉で要は労働者と雇用主の話し合いでそこ決めていいですよみたいなそこを検討しだしたということもたたまったもんんじゃないんですよ要はさ労働者側はまあいいとしてもね雇用主ですよ雇用主めっちゃ大変ですよ。 マジで大変になるそれね労使交渉でその割合を決めていいですよって言うけれどもね今までは折半なので 50%50% 50ですよ。 それを 20%80% とかいろいろ決めていいらしいんですけど会社によって決めていいっていうことは働く側としてはさあそこはさ半分ぐらいしか出してくれないよあそこの会社8割ぐらい出してくれるよみたいなそうやって会社を決める基準にもなってくるわけですよねそうなってくると会社側というのは今まで通りにね折半はしづらくなってくるわけですどうしてもねインセンティブを与えていかないとこれから人手不足と言われてるわけですよね賃金が,上がって でも人手不足になってくるわけですよそしてね接半だったものが接半だとこれから先は人手が来なくなってくるので接半じゃいけないと思うんですよ最低でも6,4とかさ7,3ぐらいでないとあそこ接半でしょ結局手取り減るじゃん意味ないよねと思われたら意味ないわけですよね結局さ3,7であろうが接半であろうが総額30万円っとも変わらないわけですよだから国に30万円納めてもらう時の厚生年金額というのは変わらないわけですよね接半であろ あろうが3割負担であろうが要はクリガーとしては丸々もらえるのでどうでもいいですよと折半であろうが1対92対8何でもいいですよととにかく満額払ってもらえればいいんですそれで検討してくださいあんたたちに任せますんでみたいなこんなことを言い出したんですよ。<laughs> これも舐めてる話でね、ほんと、中小零細個人事業ですよ。大変。こういうことできるのって大企業だと思うし、簡単にパンパンってできるのはさ、それをインセンティブをつけて、さらに人を雇っていくみたいなで、賃上げでも人が雇える、そういう政策でも人が雇えるから、また大企業だけが恩恵を受けてさ、経営の苦しい中小零細企業は本当に大変だと思うよ。さらにね、その中小零細もほんと個人事業だし、ファミリー 企業業といいうかさ従業員5人ぐらいですよで従業員5人と言ってもほとんどがパートアルバイトで賄っているような会社の人たちは 会社の雇用主ですよ。社長さんたちはね、本当に、どうしようと思うよ。ただでさえね、人手不足の中で、今まで通り折半では、より一層人が来なくなる。で、そんなに大企業までね、賃金上げられないけれども、何とか自分の会社を回してるっていう人たちがいなくなるわけですから、同じ条件、同じ給料で、負担割合が違うだけで手取り額もろに変わってきますからね。こうなってくると、本当大変。あいつら分かった ないんですよね官僚もそう国会議員もそう厚労省もそうなんですけれども何にも分かってないんですよあの小さい規模ファミリー企業従業員5人ぐらいとかさパートアルバイト10人ぐらいで回してますとかそういうところ居酒屋さんとかも含めてですよめちゃくちゃこの社会保障って大変なんですめちゃくちゃ死ぬほど大変なんですよ 苦しいんです苦しいのにもかかわらず賃上げでさらに苦しいのに厚生年金を払わなくちゃいけないでも折半じゃ無理だというふうに、ね、なったらもうこれはね小規模事業者個人事業主飲食店ネイルサロン美容室とかねほね 潰れますよよいいいい加減ににしててくれよというふうに思っていま,すまあ今回はね怒りの方が大きくてなかなか皆さんにうまく伝えられなかった部分はあるとは思うんですけれどもとにかくとにかくなめてんのかというところをね理解していただきたいなというふうに思っています。